どうもみなさんこんにちは。ピッチです。どうもみなさんこんにちは。ピッチです。なんで。まあ、そういう回だから。というわけで、今回はピー音の入れ方を簡単にね、説明していきたいと思います。まず最初はアイムービーからです。まず動画を読み込みましょう。 と、今回 iMovie で P をつけるのは、この動画。よいしょ。今横髪にしてるのは見やすくするためですね。よいしょ。ちちの、うんちっちーをなくしたいと思います。そういうときはまずは、えー、っとね、編集教室で教えましたよね。ちょっと大きくして。うん、うっていう、ここまで戻して、ここで分割機能を使います。分割。 そうすると。ちちはい。この分かれたところからうんちっちを言うので、次はうんちっちまで止めましょう。うちちはい、ここですね。そして分割で止めて、ここの音がなければいいんです。例えばまずここの音を消してみましょう。消すと。はい、このようになります。え、だけど、これだとね、ピー音じゃないですよね。だからピー音を入れるんです。 よいしょ。そしたら、ここに、あ、これは音は消しといていいんですよ。音を消して、ここに設定した状態でもう一回押します。そして、これはね、もう自分でダウンロードしてほしいんですが、どっかしらにね、絶対ありますので探してください。モスキートーンっていうのはね、どっかのね、もう、著作権フリーのところにいくらでもありますんで自分で探してください。そして、このモスキートーンを、動画の音声だけ読み込ませます。そうすると、こういう風になりますので、ここまででいいですから、ここで、 音を分割して、ここを消去しましょう。そうするとどうなるでしょうかはい、できましたね。はい、続いてはキュートカットでございます。キュートカットもね、アイムービーと同じなんですが、何が違うかって言いますと、もう一番大きいことは、カットをね、すごい細かくやることができるんですよ。ですから、一瞬のね、ピオ音を入れることが可能です。それではね、こちらの動画を今回は使っていきます。流してみましょう。 うんちんちです,うんちちですこれ早いですよねうんちちですのうんちちを消したいと思いますよいしょいきましょう同じことです iMovie とう,う,うって言いましたよね今だからちょっとだけ戻してカットしてみましょうでこれねやった方がいいことなんですけど音を1回消してねチェックしてみるのがとても大事ですもう効率よくできますね はい。うんちちですのうも入らなかったですね。これで完了ですね。最初のところは完了なので、もう一回戻して、うんちちで次は切りましょう。よいしょ。うんちちです。難しいな、これは。うんちっちって言いましたよね。だから、ここで、ちょっとだけ、ちょっとにちょっとだけ進めて、ハサミ、ハサミ、ハサミ、分割分割、効かねえ。<laughs> よいしょ、こうして、 で、もう一回音を消してチェックしてみましょう。まあもうめんどくさいことはやんないでいいんですけど、まあ変な風になることはありますよ。よいしょ。あ、できてますね。なので、ここの音をもう一回消して、は消えてるよバカ野郎。<laughs> で、ここに設定して、もう一回追加。そしてビデオを追加ですね。僕の場合すべてビデオでね、保存されてますので。動画 BGM で、こっから、えー、っと、モスキートーンを選択して、音声のみ。で、 これで、これ裏技ではないけど、もう僕の今まで培ってきた技ですよ。ここに選択して、まあ見ていてください、これ。それでね、やり方を覚えてくださいませ。で、消して、これでいいんじゃないでしょうか。で、音やっぱ割れてますよね、これ。どうもさん、これジャックです。完了ですねいかがだったでしょうかピン音つけるのもね、だいぶ簡単なんですが、やっぱりその音源がなきゃなんともないですよね。あ音源はね、ネット探せばいくらでも上がりますんでね。ぜひ自分で見つけてダウンロードしてみてください。 もうどうしてもないよ。という方はね、まあ僕がどっかであげれないこともないですね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ